はい、と2021年8月24日ドラクエウォーク、数日間の間、土曜日、日曜日、月曜日ございますかね、英語物語というゲームで、体制別に出張しておりまして、まだ丸1日、3日間ことやっておりまして、とりあえずドラクエウォークの方に戻ってきましたということで、本日はガチャを引いていこうということなんですけど、これで、このイベント的にはこれ、期間は12日だけど、明日、水曜日ですね。これでエンディングクエスト来て、何でもガチャ引くのにそんなこと喋り出すわ。で、木曜日に前夜祭イベント開催予定。ということで、前夜祭スタートしていくってことなんですけど、まあそんなタイミングなんですけど、マイレージ溢れそうなんで、とりあえずガチャ引いていきましょうということで。何が今回目玉商品になっていくんでしょうね。ダンシングは今回ね、来るわけないか。ベホマラは来るよね。多分あれが本命なんじゃないかなって、まあ勝手に虎のタヌキが買わざんよう想像したんですけど、ということでガチャを引いていきましょうということで。配布分も溜まっておりまして、前回動画にしておりませんけど、配布分の10とマイレージの10ぐらい引いたやつかな。それもまあ、ピックアップ当たっておりませんでして、前回のアイシクルバースとか、あれから結局何も私は当たっておりませんということで、現在がこんな感じの、とりあえず獲得状況でございまして、これでマイレージの分を、とりあえず交換していきましょうということで、まあ本来ならね、前夜祭まで待った方がいいんですけど、溢れるということで、どれもそんなにあれかなということで、まあもうガルーダそのまま行っておきますか、とりあえず。うん。まあ新しいもの行っておこうかということで。とりあえず、1番分か。1番分とかあるか。1週間分のあれか。とりあえずこれを交換しといて、端数の分は溜まってからまたということで交換しまして。それで現在の状況でございますけど、もうめちゃめんどくさかったね。今日やりましたよ、これ。これ。なんとか真珠ゲットしました、本日。先ほど、お昼かな ?3 時ぐらいかな、めんどくさかった、これ、ほっとりめっちゃ時間かかるわ、ほっとり。清水とか壺とかなんか使ってさ、うろうろしながら、めんどくさかったということで、これ全部、一応こんだけね、倒すは倒したんですけどね、レベル24で倒したんかな。こいつの心、今ね、S2 個か3個だったかな、全然集まらないよ、これ。おかしいんじゃねえかということで、まあ、そんな前置きいいとしまして、とりあえずガチャを引いていきましょうということで。どんな感じのあれなんでしょう。なんか動画とか見とる感じは、なんか、鷹みたいじゃないか、鳥みたいじゃないか、なんかビュンビュン撮ってかっこよそかなと思うんですけど、まあ、とりあえず引いていきましょうということで。まあ、行きましょう。SP だけ出ないでください。とりあえず行きましょうということで、どん。回復じゃないとなんか燃え上がらんとこあります。あ、そうださ。前夜祭で言ってあれだね。鎧馬剣とか結構あれじゃないですか。目玉商品のやつ。あの手の効果力。あ、これもダメなんですよね。ダメなんですよね。名前見てもダメなんですね。一回ぐらいちょっとピカって光ってくれるとさ、なんか演出的にさ、ということで行きましょう。メガモン用だったらこれ、今後のメガモンとかもなんかあれかな、この武器って光るかな、お、ピカピカピカってなったら、シュルシュルシュルってきてるの、キュルキュルキュルって、おっと一個だけ出ましたね。外貨とかな。星用もでもなんかあれだよね、なんていうの、いっぱい貯めたらさ、ちょっとグレードアップできるぐらいに、まあ、そこまでやったらいいか、運営さんの金儲けにならんか。ちょっともう見飽きてきとるで、これもさ、なんか何、ね、錬成じゃないけどして、どう光のタクト以上ぐらいになると、ちょっと、まあそんなことしたらあれか、運営さんのあれか、ガチャ資金が儲からんか、ということで、どうでしょう、ドン。あ、まあ、いや、武器が良かったから言おうとしたから、ありがとうございますということで、ガルーダメイル、ちょっと後で見てみますわ。まあ、とりあえずありがとうございます、ありがとうございます。武器が良かったかなって、ちっちゃい声でボソボソって言いますけど。まあまあよかったところ、とりあえずここは行きましょう。これで行きましょう。まあ、もう一個なんか当たったらいいかな。こうやってあれだ、人間欲が出るね。そういうの行きましょう。どん。外貨でもいいかなんか演出がね、出てくれてありがたいと思うんでございます。なんか出てくれ、なんか出てくると動画的にいいんですけど、なんかシューシューって出てくれるといいんですけど、ダメでございましたね。ありがとうございます。ということで。まあ、一応防具が当たったということで、ちょっと見てみましょう。私全然そんな気がなかったんで、ガルーダメイルの上だったね。これ。どんなやつ？ザラピッタリだね。今一応バギ体制。ジバレ体制怪しいね。これなんか来るんすかね。これであれか。ドルもアップなんだ。バギ体制 10% のめっちゃでかいか、これ。ちょっと待った。ドルも 5%。ちょ。だったら、あ、これちょうどこれ周回パー、バギの周回パーティーなんですよ。アイシクルバースソルジャーズ等で、ちょっと待ってよ。バットマスにこれ入れとるから、これがね、あいつ、ガルーダじゃなくて、あっちの今の倒したって言いましたが、木槌の方か。あれの方の構成にしとったんですかね。ドルマ 5%。
呪文耐性4%。あ、でもこれでも呪文耐性あるのか。だったらこっち残しとくか。これは闇騎士がドルマ耐性、ドルマダメージ、悪魔耐性。こっちを変えとこう。だったらこっちを早速これに変えとこう。で、バギ耐性あるし、いいね。ドルマ斬撃耐撃もそうだね。バギ耐性 10% でかいね。これ書いといて、一応とりあえず上げときますよ。忘れとかなんで。こうやってつけて、ね、上げてなかったらあれだもんね。あれ、メガモンやったときなんか全然ダメージ減ってないんだけど、おかしいなーってなるもんね。あれあれあれってなるからということは、一応上げときますわ。そうかそうかそうか。全然見てなかったね。ドルマアップのバギ耐性ってことか。あのジバリア絶対怪しいね。まあ、淡い武器が良かったかなって思っちゃったりするんですが、まあ、とりあえずありがとうございますということで、まあ、こんな感じでとりあえず今週部とガチャは、今週部とかマイレージの分のガチャと配布分合わせて引きまして、明日がなんか予告かなんか来るんですかね。水曜日ですもんね。で、木曜日前夜祭スタートとかで。なんかあれだね、最初から渋っていうのは多分ガチャ出してて、真ん中ぐらいになんか目玉商品、呪文とかなんかあれだね、出してくるんだね。呪文とか先に来て、あー、引きたい引きたいと思ったーって言ったら次あれだね、回復とか来て、あー、しまった、ジムなくなったー。課金しようみたいなことになるんですかね。まあ、そんな感じでございましたということで。はい、ということで、そんな感じで終わり。